ぬーちゃんとさきさんのリエマーライフィン、イエーイ。はい、ということでリエマ大好き女子のぬーちゃんがリエマのデータを調べまくっている今の軍曹をはじめいろんな人と調べてきたランキングをお届けするリエマーランキング。今回は、はい、開発部シャバさんが選ぶザ・キング・オブ・ジ・エンドの開発で思い出深いカードトップ5。いやー、今週末発売のお笑い編最終章、はい、ザ・キング・オブ・ジ・エンドの開発秘話がもう聞けちゃうんですか？そうなんですよ。ゲーマのカードを作っているウィザード・オブ・ザ・コーストの開発部シャバさんに、お笑い編を締めくくるにふさわしいカードを特別に5枚選んでいただきました。ありがとうございます。いや、まだ発売前の開発秘話ってなかなか聞けなくない？いや、そうですよね。ここでしか聞けないですよね。豪華ですね、はい、ということで早速行ってみましょう、はい、まずは第5位、シンとメイプルワン。おー、こちらはついに登場したジェニーの能力と捧げるを持ったディスタスですね。そうですね。じゃあこれに関しましてシャバさんのコメントを読ませていただきます、はい。ジェニーワンを作るとき、ササゲールがどこまで強くなるかわからないうちから解体人形ジェニーの完全上位互換を作れないのではないかという議論があったのだけど、最終段になって全貌が見えてきたことによってようやく出せる形になった。でもどうせできるならこっちにジェニーのイラストを撮っておけばよかったなと思う。開発は生ものだなと感じたとのことです。なるほど、うん、最初にディスタスを調整していた時には、うん、まだジェニーのディスタスなんて作れないでしょうって言われてたってことですか？そうですね。こう実際こうやっぱり新しい能力ってこう最初はどれくらいが適正かっていうのがすごいデザインの段階では分からなくて、うん、こうね、テストプレイとかを重ねるうちにこれくらい攻めたカードは作れそうっていうね、新しいデザインができたりするっていうのはね、開発あるあるみたいですね、うん。まあ、デザインは実際のテストプレイよりも前にも行うから、うん、そういうことがあるってことなんですね。そうですね。なるほど。ということで続きまして第4位、薫風妖精リ・コートニー。おー、いや、マナゾーンのカードをすべての文明にするコートニーに、うん、ガードストライクがついたカードですね。そうですね、はい、これに関してもコメントを読ませていただきます。お願いします。かつて使われたカードにガードストライクをつけてリメイクするリシリーズ、うん、最終弾なのでもうちょっとパンチのあるやつも入れようということでロストソウルやナンバーナインなどが選ばれた、うん。ストリーミングチェーターはボルデオス・バラモルドのパーツをすべて拾えるということで選んだ、うん、でその中でこのコートニーは2コストでの独自性を保っていたものだけに2枠目が作られることが驚きだった。もともとコンボ寄りのカードだったが、うん、ガードストライクがつくことでスノーフェアリーデッキにも採用したくなるところが嬉しいということですね。なるほど、まあ、コートニーもそうやけど今回確かにもともとすごい強かったカードにこうガードストライクがついたのがすごい驚きでしたね、うん、そうですね。これも多分こうガードストライクっていう能力がどれぐらいのカードにつけれるかっていう部分がこう調整の中で見えてきたから攻めた感じになったんですよね。コートニーがねこう2枚体制になるのもすごい嬉しいですよね。そうですね。続きまして第3位、バベルアゲイン。おー、こちらはクリーチャーを破壊したら3枚引けて、うん、ディスタスなら出し直せるっていうカードですね、はい、そうですね。これに関してもシャバさんのコメントを載せていただきます、はい。最初はディスペクターのエクストライフを付け直す目的で闇のフォースアゲインとしてデザインされていた。さすがにディスペクター限定とはいえ電動カードを作ることはできず、エクストライフが残ったままで使うと逆にシールドを落とすことになってしまうためあまり噛み合っていなかった、うん、そこで方向性を変え、ジャコン創生のパターンなど紆余曲折ありつつ、最後はディスタスの強化カードとすることでまとめたとのことです。なるほど、うん、エクストライフを付け直すために、うん、ディスペクター指定にしちゃうと、うん、こう逆にエクストライフが付いてるディスペクターに間違えて使っちゃうっていうこの可能性があったってことですね、うん、そうですね、うん、もちろん気をつけてれば分かることですけど、うん、逆に言えばこう気をつけないといけないカードをあんまりたくさん作らないっていうことも考えられてるんだと思いますね。でも出た時の能力もディスタスたくさんいるし、うん、まあ、これはこれでいろんなこうコンボができそうなカードですね。そうですね、いろいろ可能性がありそうですね、うん、続きまして第2位、未来王竜モモキング JO。 おー、いや、ついに登場した究極のモモキングですね、うん、攻撃するたびに手札のモモキングに進化できるクリーチャーです、うん、すごいですね、はい、これに関してもサブさんのコメントを読みます、はい。
最終モモキングは全てのモモキングのモードにチェンジしながら、うん、ボルゼウス・ガラモルドと戦うというアイデアがあったので、うん、能力自体は比較的早く決まった、うん、このカードの開発はプレイバフルな能力を維持するために周りのカードを調整していく作業がメインであった、うん、例えば10月パックのボルメテウス・モモキングはもともとボルメテウスと同じシールド焼却能力だったのだが、うん、このクリーチャーとの組み合わせが強すぎたので、うん、別の能力に差し替えられた。あ、確かに、うん、ボルメテウス・モモキングがこうブレイクするときにこうシールドを焼却だったら、うん、それだけでこのモモキング JO と組み合わせてゲーム終わっちゃいそうですよね。そうですね、うん、そうそう。で逆にそのモモキング以外は重ねられていいのかとか、うん、モモ銀河は重ねられなくていいのかとか、そういう部分でも議論があったみたいですね。モモキングの名前を付けるときにはすでにモモキングじゃないと重ねられないってことはほぼほぼ決まってたけど、モモギンガっていう名前が一番かっこいいということで、うん、モモギンガはこの名前になったらしいです、うん、そう、カード名と能力が関わるとそういう部分でも苦労があるんですね、うん、そうですね。そして第1位、ボルゼオス・バラモルド。わー、いや、この往来編のラスボス、うん、マナゾーンから3体合体するディスペクターですね。そうですね、はい、これについてもたっぷりコメントをいただいて読みます。お願いします。ディスペクターの総まとめということで、すごい5文明合体獣を出したいというところから生まれたカード。サイキックリンクのように物理的にカードを合体させることでそれを再現しようと思い、さらにメインデッキに入るリンクカードを作ることで普通のクリーチャーとは違う存在を強調することとした。同時に複数のカードに分散することで単体5文明カードだとマナに置いた時0マナになってしまうっていうネックを解消した、うん、合体していない各パーツでは単体では機能しない分ガードストライクとすぐに使える多色マナとしてバリューを持たせようということは最初から決まっていたのだが、逆にこの部分である程度強さが担保されてしまっていたので、うん、合体後のパワーバランスは最後まで調整が必要だった、うんうん、またそもそも合体させるためのルール整備やマスターとしてどういう風に封入するかなど、うん、ゲームそのもの以外にも細かく決めることがあり、うん、新しい扉を開いてる感じがあって面白かったとのことです。合体してない時でもこう使えるように、うん、こうアンタップの3文明にしたら、うん、そこが逆に強くて、うん、この本体の調整が難しかったっていうのはすごい面白い話ですね。そうですね、うん、ということで以上ザ・キング・オブ・ジ・エンドの開発で思い出深いカードトップ5でした。ランキングはこんな感じです。実はね、うん、これ以外にも他にもいろいろ裏話はあるみたいなんですけど、はい、今回は5枚に絞って紹介させていただきました、はい、ありがとうございます。皆さんも見たいランキングや聞いてみたい裏話があればぜひコメント欄で教えてください。この動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あとコミュニティ投稿にもね、さまざまアンケートなどあるのでぜひチェックしてみてください。お願いします。以上、むーちゃんとさくさんでした。ゲームマスターズランキング。